皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した5月の予言の2回目をご紹介します。2024年5月の予言。すべきではないことは手抜きをすることでごまかしたり手抜きをしてはいけません。今は近道をする時ではなく、細部にこだわりどんな細かいことでも追求すべきなのです。その他に5月にすべきでないのはやるべきルーティーンをこなさないことで、それは将来もっと大きな目標達成のために必要であり、どうかルーティーンをこなしてください。また頑なな態度で拒むのもおすすめできません。4の波動の時は教育やしつけのような意味合いがあるのでうまくことを運ばせてはくれませんが、自分を高める機会を頑なな態度で台無しにしてはいけません。柔軟にどのような状況でも順応できるように心がけましょう。5月は4の波動で覆われているのですから。そして最も重要でやってはいけないのは自分の健康を無視することです。2020年に起きたことを思い出すまでもなく健康に気をつけていれば何事もなく過ごせました。4の波動の時はどれだけ小さな体の変調も無視すべきではありません。5の波動の時にそれらはさらに悪化することになります。きつい仕事にはエネルギーがいりますがあまり自分を追い詰めることなくまず健康に気をつけてください。もちろんこの4の波動は教育的な意味がありますが、とはいえ自分の健康や体の変調を無視してはなりません。自分のやるべきことやかける時間そして適度な休息とリラックスが必要で、海岸に行くのでもいいですし外に行くのでも構いませんが健康を無視しないでください。私たちに必要なのは良質な休息、健康に良い水や食事であるのはもちろんですが、自分自身を喜ばせて幸せにすることも忘れてはなりません。そうすれば皆様の波動をさらに高い段階へと押し上げることができます。そのように行動し決して健康問題を無視しないでください。さもないと6月に状況はもっと深刻になります。孤独になることを避けましょう。特に北半球なら素晴らしい季節を迎えますので孤独を避けましょう。2020年のことを思い出せば意図的に私たちは孤立させられました。それもまた大きな計画のうちでしたが、この5月については多くの仕事や課題で孤独になってしまうかもしれませんがそうならないようにしてください。友人や家族と連絡を密にしてみましょう。助け合うことがこの4の波動ではとても重要になります。2020年の時は親族や友人とも会えずわざと孤独にさせられました。4の波動の時はそれと真逆な対応が必要で、闇側は私たちを分断し孤立させて奴隷化しようとします。4の波動の時期は孤立化を避けましょう。さもないととんでもないことになります。それに健康や精神の問題がついてきます。海岸にでも行って自分を楽しませて喜びを味わい、また一生懸命働くことで今まで達成できなかった目標を達成できます。しつけや教育という意味では5月は素晴らしい月となり、達成不可能と思われた目標でも達成できます。これらがこの4の波動に包まれた5月にすべきこととすべきでないことでしたが、実践できれば素晴らしい5月を送れるでしょう。特定の予言やビジョンに進む前に私のチャンネルを訪れた皆様、そして戻ってきた方々、本日は素晴らしい日をお過ごしかと思います。私はジョセフ・ティテル、スピリットマン JT と呼ばれています。皆様を限りない愛と感謝でお迎えします。真実の予言と信託をお知りになりたいのでしたらぜひともこのチャンネルをご覧ください。この無料のコンテンツを配信できるのはひとえに皆様のおかげです。重ねて感謝申し上げます。時々登録が外れている場合がありますので確認していただければ幸いです。また私のサイトを見ていただければ無料のニュースレターもご覧になれます。
毎週火曜日に定例予言を配信していますので、世界に関する予言や情報、そして新しいお話についてもお伝えしています。それでは5月の個別の予言に移りましょう。スピリットから示された予言やビジョンは時には的中するのに時間がかかる場合もあります。今回の5月の予言もそうですし、2020年の出来事についても3月に世界を揺るがす出来事が起こるというアナウンスがありました。ですので、これから5月で注意すべき日付についてもお伝えします。まずはじめに4の波動に包まれる5月は健康や医療の分野に焦点が当たり、新たな病原体や疫病が見つかる時期でもあります。以前にも新たな疫病の蔓延について予言しましたが、5月はそれらの予言のいくつかが的中するかもしれません。以前配信したチャネリング予言などでもそのことについて触れています。過去数ヶ月の間、アフリカなどで疫病が流行るかもしれないとお伝えしてきました。多分そのうちのいくつかがこの5月に起こってしまうかもしれません。また鳥インフルエンザの流行についても予言しましたが、もうそれは起こりつつあります。残念なことにこれはいくつかの国でさらに状況は悪化するでしょう。頭に浮かんだのはこれらの災難がもっと悪化するビジョンで、複数の食べ物がスーパーの棚から消えるでしょう。また食料産業に対する攻撃も見えています。もし鶏肉をディナーで食べたいのでしたら備蓄が必要で、2020年の時もそれができていれば多くの資金を節約できました。その時にチキンウィングが21ドルしましたが、その時から2、3年前はたったの9ドルでした。つまり2020年の時は価格が倍以上に値上がりしていました。またそのような事態が到来するでしょう。どうか備蓄してください。また別の疫病が中国で流行るのが見え、ある地域では政府が強制的にロックダウンするでしょう。多くの病原菌が出てくる不快なビジョンが見えますが、スピリットが見せているのは決してメディアの扇動に乗せられることなく常に注意をして手洗いをして病気を避けることです。4の波動の中ですので病気を避ける努力をしましょう。ビタミンを取りましょう。ある国で新たな疫病が流行っても、蚊を媒介とした新しい感染症が流行しても、これは新たな解決方法を提示することでしょう。蚊を媒介とした感染症は恐ろしく聞こえますが、長期的に見ればこれが新たな医学的発見につながります。アスピリンなどの古い医薬品や医療が見直されることになり、そのやり方に立ち返ることで新たな発見や自然な方法での治療法が出てきます。それらの古い医療の一つが出てきますが、よく見ておく必要があるそうです。そしてまた新たな自然な形での医療が出てきて今までの医療と置き換えられるそうです。いかがでしょうか。5月は自分をいたわりながらきつい仕事もこなさないといけない大変な月のようです。ご自身のペースで無理なさらないようにしてくださいね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。